今日は一つ京都に行った時に、手にしたものをご紹介したいと思います。それはまあ靴なんですね。で、こんな感じの靴です。まあスニーカーといえばスニーカーなんですけど、まあこういう感じになります。で、これとあれなんこれの制作というか、こういうものをプロデュースしているところはフラワーマウンテンさんという名前だそうです。だそうですっていうのは、ひょっとしたらその多分、まあデザイン系というか、新しいそのブランドというかトレンドに詳しい人には案外常識なのかもしれませんけど、自分にとってはそんなことは全くなく、なんでこれを手にすることになったかっていうと、京都に行って、京都の街の中を歩いてる時に、街の中というか、まあ通りを歩いてた時に、こういうふうな靴が、まあディスプレイというか展示されてたんですね、歩いて見れるところに。で、まあ実はこういう靴だけでなくて、多分 URL を載せときますので、見ていただければわかるんですけれども、まあその靴をこうメインなのかな、のプロデュースを行ってる、作ってるところなんですけれども、まあこういう模様っていうのかな、こういうもの、まあ、なんて言うんでしょうね。こう、ワチックな。あんまりこう、スニーカーの靴の模様、生地としては、あまり使われないようなものを使われてるんですけれども、これとかですね。あと、こういうのだけじゃなくて、革の、スウェードのやつの、すごく、こう、素人が見ても良さそうな、まあ、良さげなものが、パッと見た瞬間、あ、これはいいもんだろうなって素人でわかるようなものが、こう、ディスプレイというか、ディスプレイされてて。で、まあ、その、物の売り方として、いろんなことがあるかと思うんですけれども、まあ、一番単純なのは、自分たちのプロダクト、自分たちの製品、作ってるものを、売りたいものを、見せていいでしょ？買ってとは言わなくても、まあ買ってとは、もちろんそれは商売なんで、買ってっていうのはあるんですけれども、買ってって言った時に、こう買わせるためのモチベーションというか、買わせるために一歩を動かすものって何かっていうと、まあ一つ一番単純なのは、こう自分たちの製品をこう見えるところに置いといて、まあどうですかっていうのが一つあるかと思います。まあどうですかって言い方、まああれなんですけども、うちの商品はこんなものです、うちの製品はこんなものです、手に取ってみてください、触ってみてください、履いてみてください、使ってみてください、買ってみてくださいっていう話になるんですけれども、非常にこのフラワーマウンテンさんっていう、まあ自分は知りもしなかったブランドなんですけど、まあデザイナーとしても、まあ有名な方なんでしょうけれども、そこのプロダクト製品として見たときに、ああ、なんかかっこいいなと思ったんですね。こういうのってあんまりこう、靴にこういうふうな、まあ、デザインというか、キレっていうか、生地っていうか、こういうのはなかったと思います。で、実際にこう、お店の中に入って見せてもらうと、まあ、いろんな、このフラワーマウンテンさんのプロダクト製品が、まあ作って並んでるんですけれども、まあ非常にこう、良さそうな、まあ良さそうな、だから、その良さそうなの意味はいくつかあると思いますね。デザインとしていい。あるいはこう、プロダクト製品としていい。あるいは靴としていい。歩きやすいとか、そういう意味ですね。疲れないとか。
まあ、いろんなのがあるだろうと思います。で入ってみました。当然そのお店としてはその通りを歩く人に自分のところの商品を見てもらって、これ靴ですから、まあこれスニーカーですけども、スニーカーに限らず靴であれば、まあ履いてもらうっていうのがお店としては、まあ試着って言い方なのかな、しなんていうのか、とにかく試しに履いてもらうっていうのは、まあ一番取っかかりとしては分かりやすいと思います。でやっぱりこう見て興味あるものだと、おこれいいねと思ったら、やっぱちょっと見たくなりますよね。でお店の中入れてもらって、こういろんな、まあ、商品を見せてもらいました。まあまあその靴なんで、その女性用男性用みたいな大まかなサイズでは分かれてますけど、デザインとしてはその似たようなもので、構成されてる品物がありました。でこれ見てもらうと、最初結構びっくりしたんですけどね、ソールがこんな感じなんですよ。まあこんな感じって言ってどうかわかんないですけど、まあいわゆる見慣れたスニーカーのソールとは、光がどうかな、わかるかな、ちょっと違うんですよね。でこうなんて言うんでしょうね、こういうソールだったんで、ハードウェア的な、ハードウェアって言ったらどうかな、例えばその作業用のブーツみたいな、こう履き心地で歩くのもちょっと普通のところでは難儀なのかなと思ったら、結構こういうデザインの割に、まあ確かに歩きやすいんですね。歩きやすいっていう表現はどうかって思うんですけれども、まあ自分でも正直そんな気はしなかったんですね。これを見せられた時は、あれなんかちょっとごついソールだなと思ったんですね。でまあまあそのそう言わずに履いてみてくださいよって、まあ履いて、まあ歩、まあ店の中ちょろっとですけどね、歩いてみると、こうハードな印象を持つこのソールに比べて、実際歩いてみると別にそんなハードなこともなく、靴のソールが硬くて歩きにくいっていうこともなく、こうなんていうんですかね、ソールが硬、そのいろんな目的の靴がありますよね。ソールが硬くなければいけないような靴もちゃんとあります。目的、何に、その靴を何に使うかによってもちろん違うんですけれども、まあ、普通のスニーカーであれば歩くことが目的なんで、そんなに硬いソールは逆にちょっと歩きにくいですよね。で、こういうので、俺、思ったよりは歩、確かに思ったよりは歩きやすい。で、まあデザインはこんなもん。で、靴も、なんていうのかな、ソール、インナーのソールも、こんなんじゃちょっと見えないと思いますけれども、こう、コルクっぽい、まあよくわかんないですけど、まあ、そういう風なソールで、インソールもアウトソールも、ちょっと助走に反して、これ、思ったよりも、ちょっとだけ歩かせてもらった。まあ確かに、歩きやすいでしょって言われて、あ、まあ確かに歩きやすいですよね。まあ、そのお店の人の言葉を借りるならば、靴なんで、歩くことが目的なんで歩けなきゃダメでしょって、まあ、その必要最小最低限は歩くためにストレスなく歩けるということがもちろんあって、かつそのじゃあ次に求めるところは、まあ、デザインであったりっていうようなことになってくると、まあこういうふうな、あんまりこう見ないですよね、こんな、なんていうの、生地でもやっぱりこう、この手のやつが並んでて、ああ、なかなかいいなと。あともう一個かっこいいなと思ったのは、色味はいくつかあったんですけれども、スウェードの革を使った、まあそれはスニーカーとは言わないですね。靴、革靴ですね。スウェードの靴、それもまあ正直かっこよかったですね。でまあ値段もそれなりに、まあお安くはないというか、正確に言うとまあお高いでしょうけど、まあ最近こう大人になったのか、その高いものには、あ、世の中もちろんいろいろありますよ、価格と品質がこう比例するもの、あるいは比例しないもの、だからいいものイコール高いっていうようなもの、まあ、僕はよく言うんですけれども、自分の中で買い物の中で思ったのは、
アウトドアグッズ、例えば特に、キャンプで使うテント、こういったものはまあそれほど軽減があるわけではないですけれども、基本的にいいものは高い、悪いものは安いって言い方はどうかと思いますけども、悪いものは価格のそれなりのものは、まあ、よっぽどのバーゲン品とかは別でしょうけれども、まあ普通はそれなりの値段のものはそれなりの、まあ、性能か。それで高いものはやっぱりそれはいいものは高い。高いからいいとは絶対は成り立ちませんけど、いいものは高いはまあ多分成り立ってると思います。まあそういう商品もある中で、靴っていうのはまあ好き嫌い、まあデザイン的なものもあるし、履き心地っていうのもあるし、何を目的に履くかっていうのもあるんですけれども、まあスニーカーが歩くためのものと思うと、これは非常に歩きやすいし、こういうデザイン、なかなかこれは自分の興味をそそりましたね。それで、まあ正直そんな安いものではなかったんですけれども、まあ高いには高いなりの意味があるっていうのはそれなりに最近思えるようになったので、このもの、それで要はその買い物っていうのは、その商品とかサービスに対して自分がそのお金を、対価としてそのお金を払えるか払えないか、これを払ってもいいなと、まあ経験というのを込みにして払ってもいいな、試してみたいなと思えるものでした。というようなものを京都で買いました。これどうですかね。まだ履いてないですけど、履いてないっていうか、その自分で実際に下ろして履いてないですけれども、最近の買い物の中ではこういうの、なかなか珍しい、自分としては、まあなかなかこう挑戦的なというか、こういうのにお金を使うように自分がなったんだっていうのも、まあ一つその面白いことだし、まあこれを実際履いてみて、そんなことなかったね、あんまり別に履きやすいわけでもなかったし、これ汚れたら結構汚れは取れないし、いろんなことがまあ出てくると思いますけど、ちょっと楽しみに履いてみたいと思います。またいつかひょっとしたら、これってああだったね、こうだったねってみたいな感想も述べるかもしれません。で、もう一度言いますけれども、この靴のを作ってるところはフラワーマウンテンさんです。URL も載せておきますので、もし興味のある方はどうぞご覧ください。ありがとうございました。